皆さんこんにちは、タートルです。いろんな腹筋あるけど全然お腹に効かない、一生懸命頑張って起きるけど普通の腹筋メニューは飽きた、そういった方におすすめなアブクランチパタパタを紹介していきます。通常腹筋は足や上体を動かすんですけども、今回は手を動かします。手を動かすことによって小刻みに腹筋を収縮させることができます。お腹の力が抜けない状態で腹筋にクッククックと力が入るので、たった20秒ですが腹筋100回分ぐらいの効果があります。20秒だけじゃ物足りないよって方のために、腹筋の上部、中部、下部、腹筋全体、腹横筋、4種目紹介していきます。自分が好きな分だけやってもいいですし、全部やってもいいです。今日も一歩前進しましょう。足を90度、お尻と膝の間ぐらいの位置で起き上がったら手を振ります。できるだけ起き上がって振ります。これでしっかり腹筋を動かすことができます。スタート。こういう感じ、クッ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 、しっかりね手を動かします。これでしっかり腹筋運動をね行っている形ができます。できればどんどん起き上がる感じ。 OK。で今度は足をちょっと開いて手を真ん中に持ってきて動かします。スタート。これで腹筋のね外側が使えてます。頑張って、うおー効いてきた。今度はね、起き上がったまま足を動かします。今度は下腹部を使っていきます。できるだけ起き上がって足曲げた時に倒れないように、できるだけ上体を起こしてゆっくり足を動かしてください。下腹部 OK。 ギャー、うお、ラスト、万歳。これ手を振る、いこう、ラスト、うわー効く、うわー頑張って、うわ、いってー、うわー、お疲れ様でした。20秒のね、たったの4種目、これをね毎日やるだけでお腹の全体、お腹を引っ込める腹横筋や腸腰筋全部鍛えられます。毎日のルーティーンとして続けてやってみてください。頑張ってできたよって方、グッドボタンやコメントで教えてください。今回もご視聴ありがとうございました。